駅とはかつて存在したロングアイランド鉄道の本線の駅である。それはニューヨーククイーンズのエルムハースト地区にあるグランドストリート、現在の IND クイーンズ大通り線のグランドアベニューマイナスニュータウン地下鉄駅の西側にあった。それはわずか12年間しか営業していなかったにも、かかわらず本線とレゴパーク地区で本線から分離する。 ロッカウェイビーチ支線の両方が利用した。その駅は一体の屋根付きの小屋として1913年7月1日に開業し、本線の各駅停車が利用し、同時にロッカウェイビーチ支線の奇襲店として利用された。その小屋は1922年に移転され、1925年に駅として休止された。3年後、新しいレゴパーク駅が、 ホワイトポットジャンクションに建設されたが、それはもっぱらロカウェイビーチ支線の列車が利用した。もう一つのグランドストリート駅がこの駅の西側にあった。この駅は当初1868年の5日にロングアイランドサウスサイド鉄道によってメトロポリタンアベニューとイーストリバーフェリーのグランドストリートの間に建設された。 二番目の停車場2878年5月15日に置換されたが、それは1885年9月28日に閉鎖された。ありがとうございます。